はい、どうもサオです。今日はね、まあ、新しいランダの使い方で簡単にゲージを飛ばして、周回、高速周回しようっていう動画ですね。まあ、高速周回っていうか、まあ、完全にテクニックの一つを紹介するって感じになってます。で、これはね、グラタマの赤犬使ってやります。バーゲストですね。で、あとは最初の女の子ですね、クレアとかを使ってもできるテクニックになってます。まあ、モンストとね、違う点って感じですね。で、まあ素早く回るテクニックとしてこういうハマっていくっていうやつもあります。ガンガン壁利用してハマれるんで、まあ、これモンストやってなかった人はこれやってみてください。斜めで入るとカン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 ってできます。まあ多分マルチとかで見てわかると思うんですけど、壁使ってもできるのでやってみてください。あと銀次みたいな時は上経由でやりたかったんですけどできてないですね。みたいなこともできますし、下から入ってもハマれますね。はい、ということです。で、本題のボスなんですが、ハーベストの、ハーベストじゃねえや、急にジョジョになったわ。で、まあね、ボスは普通にこんな感じでハマることもできるんですけど、まあ、これだとゲージがね、若干飛ぶんだけど、ゲージ飛ばしっていうんですけど、モンストでは。これ若干しか飛んでないんですよ。で、グラスマの場合、もう少し、カンカンより簡単にゲージをね、飛ばす方法があるので、ちょっと、まあ、一回カットして、見ていただきます。はい、ボス面帰ってきました。で、これは素早いとかじゃなくて、まあこういう仕様なのでやってみてくださいって感じのことですね。あ、これ意味わかんないです。これ本当に意味わかんないことやってます。で、まず、まあ、これは解説するためにわざと、敵のボスをね、ギリギリまで削って弱点出した状態にしてます。で、ランダーの特性、これは敵の HP がなくなってもずっと攻撃してくれます。クラスマの場合。これずっと攻撃してくれます。で、最後バーンっていきます。で、ゲージが次の分も飛びますね。この爆発分で次のゲージも倒せるので、ダメージ持ち越ししても、ここの段階でステージをクリアすることができます。まあ、最後は、最後のステージがね、本当は残ってるんですけど、こういう感じでゲージが飛びますと。で、ランダは本当に敵の HP がギリギリになった時に使うと、次のゲージもダメージを持ち越しできるという仕様があるので、まあ、今後これをどうやって使うかと。まあ、今みたいに早く倒す、ゲージ分早く飛ばすってこともできるんですけど、まあ、今後ボスで、まあ、1ステージ目めっちゃ楽だけど、2ステージ目めっちゃ強いみたいな、ボスがいる場合は、1ステージギリギリまで削って、ランダで2ステージ目を、HP を、効率的に削っておいて、で、2ステージ目は素早く切り抜けるみたいな攻略法がね、できると思うので、もしよかったらね、やってみてくださいということでした。まあ、今日は仕様の解説みたいな感じになりましたけど、参考になりましたらチャンネル登録よろしくお願いします。